富塚清は、日本の機械工学者。内燃機関技術の研究改良における、先駆的人物として知られる。千葉県生まれ。1917年、東京帝国大学工学部機械工学科卒業。東京帝国大学航空学調査委員会、後航空研究所の職託となった後、東京帝国大学助教授、航空研究所員を経て、 1932年教授。日本におけるガソリンエンジン国産化の初期から研究に携わり、日本の航空エンジン研究の先駆者の役割を果たすとともに多くの技術者及び研究者を育てた。またその立場から後継機のエンジン開発にも深く携わっている。終戦後は戦争協力を問われて、公職追放となるも1950年に解除。その間、 1948年に発足した国家消防庁消防研究所でに、ストロークガソリンエンジンを動力とした消防用過半式ポンプの研究にあたり、以後はニストロークエンジンの権威としてオートバイ業界や汎用エンジン業界にも重きをなした。1952年退官後、東大名誉教授になるとともに、明治大学教授。 法政大学工学部教授を1953年から10年以上に渡り務めた。晩年まで多くの著作を残しており、専門技術書のほか、動力の歴史など、ロングセラーになる技術、科学啓蒙書も執筆している。高齢機械が登場する SF 小説や精密誘導兵器などの長兵器で、日本が第二次世界大戦に勝利するという筋書きの、 架空戦機も執筆している。富塚研究室の風景教育者としては、実地重視の姿勢を強く持っていた。また技術面では、現実主義的傾向があり、極度に先進的な手法には、批判的であった。貢献機開発時に当時世界的にも、発展途上であった航空ディーゼルエンジン採用の動きがあったところ、信頼性に疑義を示し、実績ある在来型ガソリンエンジンの、 空気冷却バルブ化、気迫燃焼化改造で燃費効率をクリアしたのはその典型である。良くも悪くも我を曲げない、高骨感でもあり、一時、ホンダの2ストロークエンジン設計について、アドバイザーを務めた際には、4ストロークに傾倒していった、ホンダ総一郎と衝突。総一郎は、富塚の馬鹿と馬倒し、 富塚はスーパーカブの4ストローク 50cc エンジンを批判するなどで決裂した。1960年代には東洋工業によるロータリーエンジン開発に対して学会での批判の先頭に立ち、富塚の弟子にあたる著名な学者多数が同調したことで東洋工業のロータリーエンジン開発陣を苦境に落とし入れる事態をも起こしている。ありがとうございます。